ここだった。一緒に帰ろう。裏門で待ってるね。へえ、意外な展開だな。何が？クスノキとお前。お前、あいつのこと本当に好きなのか？わからない。でも、好きになってみせる。なんだよそれ。おかしいだろ。いいんだよ。本当は、他に好きな子いるんじゃないのか？好きなやつって誰だよ。小学校の時の初恋の中村か。中1の頃知的でかっこいいとか騒いでた吉田か。ユリ、どうしたのユリ。それとも同じクラスの前田か。あんなのどこがいいんだよ。まさか矢野。ちょっと待って、ね、何言ってるのユリ。お前が誰と付き合おうと俺には関係ない。ユリ、何？なんで怒ってるの？聞きたくないんだよ。俺にそんな話すんなよ。なんでそんなこと言うのよ。ユリ、何怒ってんのか。ユリのバカ、意地悪。何って、分かんなかった？ヒク、俺のこと好き？好きだよ、決まってるじゃん。だったら。ちょっと待って、待ってユリ。ちょっと私、今、本当、わけわかんない。本当ムカつくよ。なんでお前なのか。ねえ、なんか変だよ。冗談やめようよ。どうしちゃったの突然。冗談でこんなことするかよ。俺がお前をどういう目で見てたのか知らないだろ。イクが妹に見えたことなんか一度もなかった。ユリ、俺の目には世界中でお前しか女に見えないんだよ。やめて。選べよ。俺のものになるか、今日のことを一生悩んで他の男のものになるのか、どの道も元へは戻れないんだ。
俺を選ぶって言うなら行くからキスして。ユリ、離して。ユリ、だってユリは私のお兄ちゃんなんだよ。好きなわけじゃないから。ひどいよ、より。ただいま。いや、振られたよ。びしょ濡れじゃないの。もうちょっと待って、タオル持ってくるから。あ、ダメダメ、そこにいてよ。おはよう。あれ、どうしたのよりくん、寝不足？ああ遅くまでテレビでも見てたんでしょう。授業中寝ちゃったらどうするの。まあよりくんに限ってそんなことないか。ねえねえ、ゆりくん。駅前に新しい喫茶店できたのを知ってる？すっごい可愛いお店なの。コーヒーカップとかも全部違ってて。ほんと凝ってるって感じなんだよ。でね、そこのケーキが超美味しくてね。スポンジとかふわふわなの。でも、そんなに甘くないから、ゆりくんにも絶対おすすめだよ。ねえ、ゆりくん、聞いてる？やっぱ、ゆりくんはケーキってイメージじゃないかな。今度一緒に行ってみよう。ゆりくんも気に入るよ、きっと。ね、いつ行く？私は明日でもいいんだけどな。どうかな？ね、行く？待てよ、無視すんなよ。どうしてともかちゃんと付き合ってたこと黙ってたの？待てよ。離して。はい。あら、ともかちゃん、いらっしゃい。あの、よりくん、よりくんいますか？ねえ、よりくん、嘘でしょ。楠の木、どうしたんだ。私聞いたの。ゆりくん、県外の有名高校を外部受験したって、本当なの？